私のおもちゃあげましょう。まずいな。ああ、当店バレてそうな。あ、いや、バレてないか。あ、いや、バレてるわ。安心感。また君か、壊れるな。あ。おー、なんかすごい撃つのが怖い。あ、え、消えたわ。いやー、でも RE5 なー、マジで来てほしいな。あの、キャラがどうこうとか俺どうでもよくて、あのウェスカーみたい。ウェスカー5のね、ウェスカーかっこいいのよ。まずウェスカを黒人にします。ネトフリ。何かが壊れたらしい。あ、オッケー。うん、あんまり近づきすぎるとな。デボアが。ただ全員負傷。なんか今回のサバイバー全体的にふわふわしてるな。なんだ。あ、このキャラ、あ、このキャラがね、女キャラ。すごくない？霊障一回も発動せずに霊障だけ残った。意味がわからない。やばくない？さすがに。どういうこと？どういうことマジで。不死霊衆ねえ。フシが壊れて
で、多分デボアの代わりに壊れたのか。で、デボア抜かれ、報復抜かれ。結構チャンスあったと思うんですけど。まだやります。まあ壊れれば発動するな、確かに。すごい、ルート取りすごくない？なんか珍しい。全然読めんのだけど、最短で板窓行かないもんね。なんだ？90% 外した計算になる。天井外したってこと？天井外したは悲しいな。ちょっとラグいのかな？いや、そんなことはなく。ふわふわタイム。何年前？もう、え、やばくない？20年、いや20年言い過ぎか。いや20年経ってる、もしかして。軽音はいはい。ああ、高齢者コンテンツ悲しいな。なに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 、オタクの高齢化は社会問題らしいぞ。じゃあもう俺たち年金もらっていいよな、高齢化なんだったんだったらね。年金もらってよくない？オタク年金。軽音が第1期放送されたのは2009年。やば、そう、年金もね、これ本当に俺が年寄りになってからももらえるんだろうかって思いながら払ってる。
今の人がもらえてないのにもらえるわけないぞ。そうだよ。何歳まで配信者続けたいとかありますか？まあ、続けられるなら一生続けたいですね。先日さ、ちょっと亡くなられてしまったあの岩井社長、わかりますかね？あの令和の虎とかマネーの虎の、まあ、あの人みたいな感じがいいなとは思いますね。本当に生涯もうずっとコンテンツを作り続けるみたいな。